はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。1月の4日は水曜日でございまして、日が照ってますね。いい感じなんですけども、気温はこの部屋でやっと15度に上がってきたかな。千代田区9度ということでございまして、もうちょっと上がるんでしょうけどね。ビールを飲むにはちょっと寒いかなという感じがします。日経平均、間もなく全場終わります。11時半になろうとしまして、今は369円安というところですね。今日はなんでこれ下がってるんでしょうね、ようわからん。日本株は下落、景気や供給問題を懸念、輸出関連や商社海運安いという感じですね。でドル円は 130.71 と、昨日よりかは若干円安なんですね。で他を見るとですね、原油が 77.05 とちょっと軟調なんですよ。まあええことです。もう原油下がるとこれは好材料なんですけどね。金がね 1849.9、1850 ぐらいなんて、これは要はドルが下がってるということなんで、ドルが下がってるということは円が高くなってもいいんですけども、そうはなっていない、なんでやろうっていう、わからん。で、注目ドルウォンですけども、昨日夜の部でだいぶウォン安方面に戻されたんですけども、今日また始まったらすぐにウォン高に戻して、ね、もう朝いつもね頑張らはるんですね。はい、そのウォンの国の中央日報という、まあ、メジャーなメディアがあるんです。そこの朝7時50分に出た記事で、売れないテレビな半導体…サムソン、LG、エレクトロニクス在庫だけで68兆ウォン台という記事がございます。まあ、相変わらず長いんでちょっと読んでいきましょうか。最初ね、昨年9月サムスン電子の在庫資産は57兆億円、約5兆8000億円、ちょっと飛ばしますよ。ただ2021年末からわずか9ヶ月で15兆9000億ウォン増えた。15兆、だいたいね10分の1ですから 1.5 兆増えたってことです。これはすごいやんということですね。在庫ですよ、在庫。この期間に資産のうち在庫が占める割合は 9.7% から 12.2% に拡大した。 LG エレクトロニクスも事情は変わらない。2021年末に9兆7000億ウォンだった在庫資産は同じ期間に1兆4000億ウォン増え、11兆2000億ウォンになったと。ということは 1.1 あるということですね、 SK だけども。すごいやん。っていうですね。大丈夫みたいな。新型コロナウイルスの感染拡大と金融市場不安などによる世界的景気低迷で、韓国の主要大企業の在庫が大幅に増えた。3日に中央日報が昨年9月末基準の財界15大グループ主力系列会社在庫現況を集計したところ、全ての調査対象の在庫は前年末より増えたということで、ドドドッとそうダラダラと書いてあるんですよ、どこがいくら増えたと。でこの在庫はね、在庫を増やすっていうのは悪いことばっかりちゃうとは書いてあるんですけども、ですね、在庫はいつか履かなあかんわけでしょ。ある電子業界関係者は、家電製品は新型コロナウイルスなどにより抑えられていた需要が急速に回復するペントアップ効果が明確に消えており、半導体もやはり世界的景気低迷による需要減少で当分在庫が溜まり続けるほかない状況と伝えた。半導体ってね、ちょっと前まで足りひんって言ったのに今度余ってるんですか。それでも半導体でもね、もういろんな種類あるんでね、一概に半導体というは全部余ってるとか、不足してるとは言えない状況ですよね。悪い在庫の増加は結局投資と生産雇用の減少を呼び起こす。これはさらに消費萎縮と在庫増加という悪循環の輪につながる。
サムスンが社長団会議を招集し、 SK はオーナーが立ち上がって危機克服を強調する理由だと。日本人にはですね、分かりにくいのがお隣さんの財閥というものでございまして、日本はもう三井も三菱も住友もですね、ほとんどの、ほとんどがほぼ全てのああいったグループの会社というのはサラリーマン会社でして、どう言いましょうかね、サラリーマンが一社員として入った人が上り詰めていくというのがパターンですね。まあよそから呼んでくるというのも最近やってますけども、向こうは財閥といえどもですね、もうなんせ国が新しいんですね。独立して資本主義になって、その資本主義が芽生えてからまだどうでしょうね、50年ぐらいの国なんですね。で、今の財閥サムソンで3代目ぐらいですね、3世ぐらいですね、創業者ので、家族経営なんですよ言ってみりゃオーナー会社なんですね。だからオーナーが全てを決めているっていう感じなんですね。で、だから SK でもですね、 SK 確か日本時代からの古い企業が母体ですけどね、でもオーナーが立ち上がって、よっしゃ行くぞって、まあ言うてみりゃですね、その辺の中小企業の創業社長が、わー行くぞとか言うてるあのパターンあるでしょう。あれなんですよね。主要大企業は少しずつ稼働率を低くする形で対応中だと。昨年7、9月にサムソン電子のモバイル機器工場の稼働率は 72.2%。あかんやん。前年末の 80.5% より 9.3 ポイント下落した。飛ばしますね。モバイルって要はスマホでしょ。悪い在庫の増加は韓国企業だけの問題ではない。昨年10月に世界的投資銀行であるモルガン・スタンレーは米国の自動車メーカーのフォードと半導体メーカーのマイクロンなどを過剰在庫リスクが大きい企業に選んでいる。ちょっと飛ばします。これ多分大丈夫だと思うんで、中央日報貼っときますね。だいぶ飛ばしました。お隣さんというのは輸出型の企業なんで、在庫が溜まってるということはね、その輸出ができていないということと一緒なんですよ。で、輸出先は、1番は中国、2番はアメリカ、3番がヨーロッパで、4番ぐらいが日本ですかね。輸出先の一番の中国は景気低迷にあえいでいますし、お隣さんが作るようなものというのは大体国産化できている感じがします。だからですね、あんまり今後急回復なんていうのは見込めない。でヨーロッパもちょっとおかしくなってきましたからね、景気が。でアメリカは悪くないんですよ。悪くない。でもこれから悪くなりそうですけどね。で日本は別に大した市場ではないんでね、日本も別に景気がいいというわけでもないし、悪いというわけでもないんですけど、これからちょっと悪なるでしょうけどね。ということは、今年1年は低迷のまんまというふうに見込めます。で、在庫が溜まるということは、価格の下落圧力が出るということですね。なんで、世界的なインフレなんですけども、今年後半は世界的なデフレになるか分かりませんね。韓国でそうなってるということは、少なからず世界もそういうふうに在庫増になっていくのかもしれません。在庫増になっていってですね、で、こう、消費が鈍ればですね、あかんやんってなって、値段下げなあかんやんみたいな、そういう動きになっていく可能性がありますね。で、それは世界的な話なんですけど、韓国自体がですね、売れなくなると貿易赤字がですね、増えてですね、ドルが足らんようになるという事態が起こり得ます。起こり得ますね。今年だから、昨日も言いましたけども、この国はですね、多分どのレベルかは分かりませんが、パリンパリンパリンというですね、大きな破綻が相次ぐのではないかなという気がしますね。もう個人レベルはもうやばいところに来てます。もうすぐですね、バタバタっと出てくるんちゃうかなという感じがしますね。はい、ということで、この中央日報、売れないテレビ、半導体、サムソン、LG エレクトロニクス在庫だけで68兆ウォン台と、
いうですね、ニュースのアドレスをですね、説明のところにですね、貼っておきます。私、今、どうでしょうね、半分も読んでないんですね。あ、ダラダラダラと書いてあるんでね、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。